犬鳴き峠、犬鳴き峠、犬鳴き峠、九章、九原越は、福岡県宮若市と、道県か谷郡久山町との境をまたいで、存在している峠である。犬鳴き峠という名前は、川に位置する、犬鳴き山から来ている。由来は、諸説あり、文献、犬鳴き山古見には、この山を、犬亭と呼ぶのは、谷の入り口には九原へ越える道筋に滝があり、昔、 狼が滝に行き着いたが、上に登れないことを悲しんで泣いていたと記されている。他にも、この犬泣き山はとても深いため、犬でも越えることが難しく泣き叫んだため犬泣き山と命名された説がある。他にも、律令時代に稲城の境界線に位置していたことから、次第に稲きと変化していった説がある。筑前方言で、犬は因と呼ぶため、鳴き峠とも呼ばれる。 久山町の東端部及び宮若市の西端部にあたり、峠の北側に犬鳴山583.6メートルがある。か谷郡の久山町、笹栗町、小賀市、福津市川と宮若市川を分かつ犬鳴連峰を越える、峠の一つで、福岡市と直方市を結ぶ福岡県道21号、福岡直方線が通る。道道路はヘアピンカーブが連続し、 狭いトンネルをくぐる、交通の難所であったが、1975年に、新犬なきトンネルが開通した後は、道幅も広がっている。なお、周辺は、山間部なので大雨や積雪などの影響で、通行止めになることもある。地区方地域の中で、福岡都市圏により認知し、北九州市、直方市と福岡市との近道として利用されることや、宮若市には、 トヨタ自動車九州本社である宮田工場が存在する関係などで、交通量は非常に多く、深夜でも大型トラックやダンプカーなども多数通行している。公共交通機関としては、宮若市、久山町、かす町を経由して、福岡市と直方市を結ぶ JR 九州バスの路線、直方線が、 犬鳴き峠を越えて運行されており、新犬鳴きトンネルの両端出口付近に停留所が設けれている。停留所名は、宮若市川が犬鳴き口、久山町川が白木橋である。犬鳴き山を挟んで峠と反対側に、山陽新幹線が通っているが、峠近くの区域はすべてトンネル、福岡トンネル内となっている。新犬鳴トンネル入り口の名番には、 新犬鳴きトンネル、全長1385メートルと記されている。峠の約2キロメートル北東、宮明川では1970年から犬鳴きダムの建設が進められ、1994年に完成した、完成当時は若宮町。ダム湖は、死所の湖という愛称が付けられ、展望台やレストランなど、観光整備もされている。また峠の入り口には、 温泉地である、脇田温泉も存在する。犬鳴峠の故障は、く原越と言われ、江戸時代初期、1615年から1623年、現那年間に、道が開かれたということであるが、江戸時代より、昭和初期頃まで、地元民からは重要視されていない峠道であったし、古老のことによると、犬鳴峠は非常な悪路であったため利用者は、ほとんどなく、 地元、吉川村の住民は、福岡、博多へ行くときは、猫峠を越えて、笹栗に出ていたという。また、犬鳴き住民も、犬鳴き峠は避け、現在は登山道になっている、小菓子清滝に抜ける小物峠を使用していたという。猫峠、小物峠は、江戸時代より、昭和初期頃まで、地元民にとって生活上、重要な幹線道路であったという。江戸時代より、 カスや、宗方軍などからやってくる行商人は早朝、家を出発し猫峠、小物峠を越え吉川村の集落などで、夕刻頃まで、小取引をした後、集落の中で意にしている家に一泊し、朝早く、峠を越え人に着いたという。宿泊代は売れ残り商品で済ませていた。犬鳴きにも行商人が、常宿にしていた家があり、そういった関係から宗方、 カスヤ軍の住民と婚姻などの縁組みが多かった、そうである。宮若市川、旧犬鳴きトンネル脇にある、林道奥は、犬鳴きの地石ではなく、脇田の地石である。犬鳴き水道、犬鳴き水道、通称、旧犬鳴きトンネルは1884年から1885年、明治178年頃に、カスヤ軍と倉手軍連合組合会の決議において、 工事が着手されたが、工事技術の未熟さと、莫大な工事費をしたため、一時中止となった。しかし、1927年、昭和2年11月、カスヤ軍及び、クラテ軍各町村会において決議され、各町村長の署名なついをもって、検討局に犬鳴き道路の陳情をした。犬鳴きトンネル掘削工事については、カスヤ、クラテ両軍関係長村民一体となって、 幾多の努力を重ね、1949年、昭和24年11月3日、府県道、福丸箱崎線、福岡県道21号線が、ついに開通した。翌年の8月10日には、国鉄バスの博多直方の運行が開始された。当時のバスは、イ須ズ BX91 型と、不装 B12 型、定員50から70人が使われた。 燃料には木炭を使用していたが燃料事情が改善し1951年昭和26年にはガソリンエンジンその後にディーゼルエンジンへと交換していったその後24年を経過した1975年昭和50年には変貌一い社会のニーズに応えるために新犬なきトンネルが開通しこちらが実質的な福岡と北九州を結ぶ 感染道路となった。トンネルの全長を示したプレートは腐食が進み錆びついて解読不能なため正確な距離は不明である。地図上の長さではおおよそ150メートルある。トンネル開通当時でも峠全体が深山有国かつ薄気味悪い場所でもあるため車の通行が極めて少ないとされている。よく旧犬巻トンネルと称されるが名番には 犬泣き水道と掘られており、国土地理院の地図でも犬泣き水道の名称で記載されている。しかし、宮若市役所や文献では、新旧区別のために犬泣きトンネルと称するなど、両方一概とされている面もある。旧道は、新トンネルへ付け替えられた後に閉鎖された旧トンネル経由の廃道と犬泣きダムの建設により、水没した部分の2カ所があるが、 双方の距離は1キロメートル以上離れている。犬泣き峠関連で旧道と称する場合は主にダムとは直接の関連がない旧トンネル経由の廃道を指すが誤解を避けるためこれらはそれぞれ別の区間として認識することが望ましい。旧道は不法投棄や暴走族の溜まり場となったりするなどの問題が発生したことから旧道と旧トンネルが共に閉鎖されている。 旧トンネルの入り口はコンクリートのブロックで覆われており、そこに向かう旧道も柵で封鎖されている。閉鎖されている道路は道幅が狭く、一部では崖崩れなどで通行が非常に危険である。また、トンネル内は素ぼりになっており、上部から地下水が滴っているため、崩落の危険性もある。久山側は比較的旧トンネルにアクセスがしやすい状況にあったが、 防犯上の理由により、県道に面した、旧道入り口は、柵で封鎖され監視カメが設置されている。無断立ち入りは警察に通報を行う、胸の警告看板が設置されており、許可なく侵入した場合は、法律、条例等で、処罰の対象となりうる。一方で宮若川旧道は、車の通行が規制されているが、犬な木山の川原の河内、川地 河原高地登山口から熊が城に続く登山道が敷設されているため、登山者であれば通行は可能となっている。旧犬鳴きトンネル近くに高地が及ばない恐ろしい集落、犬鳴き村があり、そこに立ち入った者は生きては戻れないという都市伝説。この都市伝説に関しては諸説あるが、概ね以下の内容である。これらの説は全て事実ではない。 犬鳴は、江戸時代中期、六百九十一年、元六四年以前に、福岡藩長が、城下、事業町に居住していた、五札代組足軽二重を明治成立させた村落で、あり、激しい差別を受けていた等の事実はない。犬鳴にあった江戸時代中高期にかけての、足軽墓地軍の改装時、昭和四十年頃、多数の官営通報、法営通報、天保通報、 文久からなどの銅線、かすやぐ末で制作された末焼きの皿、茶碗やとっくり、刀の残骸、つばなどが出土したということである。墓地群にあったほとんどの墓石の戒名は、剣豪と暗号音が刻まれていたという。江戸時代の父市、筑前の国属風土記、筑前国属風土記付録、付録、筑前国属風土記周囲、周囲、犬鳴きを含めた吉川賞。 旧若宮町の西半分にあたる地イコール、吉川村域の僧者である、日吉山王宮の大宮寺職、国内前が1729年、教法14年に犬鳴きのことを書き記した、犬鳴き山古見という知史にも、外部との子を拒み自給自足の生活をしていたことや、江戸時代以前より激しい差別を受けていたことなどは、記してはいない。筑前国族風土記の著者である、 貝原駅券は1696年、元禄9年に、老いの孝庫と共に、犬鳴きを、奉している。住民の代々の菩提寺は、犬鳴きから数キロほどのところにある浄土宗と、相当宗の寺院であるが両寺の過去帳にも、一般の団家として記載してある。浄土宗寺院の本堂内には、犬鳴き団家のそれ以外が安置してある、おみたま屋がある。 江戸時代末期福岡藩中老の加藤司書が1854年に犬鳴日原哲山、1865年に有事の際の藩主の避難場所として犬鳴き御別館を建造させ、福岡藩の要所の一つとしていたため、日々多くの人の出入りがあったにもかかわらず危険な集落の目撃団や原因不明の死亡者や行方不明者が出たという記述もないことから、 そのような集落があったと生えにくい。犬鳴き日原鉄山にまつわる話の中には製鉄に従事するたたら職人を岩見国から招き、福岡藩五府大組足軽である犬鳴き村の住民との接触を禁じたが、住居や墓を犬鳴き村内に置いた。墓は金山と穴倉口といわれるところの二箇所にあり、この墓の中には千八百六十二年、 文久二年と同三年の年号名や戒名が掘ってあるものがあり、子供の墓もある。犬鳴き村の住民たちには、旅人墓、路人墓と呼ばれるその墓に近づくと、たたりがあるとして恐れられていたという。この伝説を題材としたホラー映画、犬鳴き村が、清水隆監督で制作され、2020年に公開される予定である。実在したと言われる犬鳴き村は、 正式には、犬ナルタニ村という。現在の地名でいう宮若市の犬ナキダムという場所に、かつて犬ナルタニ村と呼ばれる集落が、倉手郡に属していた。1889年4月1日、明治22年に、町村制度が施行されるにあたり、周辺の四村、脇田、おつや、こぶし、えん、やと合併して、吉川村を発足させ、 犬鳴谷タ村は吉川村の一集落となった。その後市町村合併が進められ、1955年3月1日、昭和30年、吉川村は若宮町と対等合併した。2006年2月11日、平成18年の若宮町、宮田町の合併では、宮若市、犬鳴きとなり、現在も地名として残っている。 農林業などを主産業としていたが、産業を取り巻く事情の変化などにより廃れた。集落の中心地は犬鳴きダムの建設により、固定に沈んだ。元居住者は、周囲の町へ移転。戦術の都市伝説とされる犬鳴き村と呼ばれる地域とは全く関係がない。ダム施行前に存在した犬鳴谷村、吉川村の集落は、国土地理院の過去の航空写真で、 確認可能となっている。1988年12月9日に福岡県警は田川郡北条町の犯行グループリーダーの少年19歳、行商手伝いを含めたグループ5人16から19歳を殺人と逮捕監禁容疑で逮捕した。調べでは2人の少年が同年12月6日夕方に田川市内で帰宅途中の行員20歳、 北条長の刑事応用者を見つけて、車を貸してくれと頼んだ。しかし断られたため、それに腹を立てた犯人グループは、後院の車を奪い、また後院も一緒に連れ去って、仲間の家に監禁した。その後、少年グループら全員で、久山町の犬鳴き水道、を、旧犬鳴きトンネルへ連れ去った。その場で後院の手足を縛り、ガソリンをかけて消殺した疑いがある。その後、 主犯は無期懲役判決を受けている。2000年には犬鳴きダムで死体遺棄事件が発生している。峠周辺は交通の難所であり、冬場の積雪や路面凍結が多いため、交通事故も多く発生している。周辺で見られる奇種植物、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。